本日もメーカーフェア東京2022にご来場いただきありがとうございます。ただいまより石川京介さんによるプレゼンテーション5万円握りしめて直道機構の販売を始めた話を始めさせていただきます。それでは石川さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、石川京介と言います。私のプレゼンテーションではですね、趣味の延長でメカトロハードウェアの販売を、決心したきっかけですとか、それから販売を始めるまでに感じたことを、お話ししたいと思います。メーカーフェアに参加されている方や私の目の前に座っている方の中にはですね、趣味の延長でもっとすごいことをやられている方たくさんいらっしゃるんですが、同人ハードウェアに興味のある方ですとか、それから趣味の延長でこれから何かを販売してみようかなと思っている方にですね、参考になれば幸いだというふうに考えております。でプレゼンテーションの内容はですね、自己紹介の後に、販売を決心するまで、販売を始めるまで、それから販売を始めた後まとめというような流れで、お話しさせていただきます。で前半の内容については似たような内容のですね、タイトルの同人誌を技術書店のオンラインマーケットというところで無償で販布しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。それではまず自己紹介の方なんですけれども、約40年ぐらい前にですね、MZ80 というですね、8ビットのベーシックが動くようなパソコンでマイコン少年になりました。でそれ以来趣味の活動でマイコンですとかメカと遊ぶようになっております。今私はスーツを着ているんですが、メーカーフェアも趣味の活動で参加をさせていただいております。それから90年代の後半からテキスト日記の陰気な男でいいですかというようなサイトを運営しております。でブログにも移行できなくてですね、さすがにまずいだろうというんで2016年から同じ内容をツイッターで配信しているんですけれども、自流に乗れないタイプだというような形になります。それからメーカーフェアにはですね、2014年に初めて参加をさせていただいて、2016年からは手のひらサイズペンプロッターというような名前で、毎回参加をさせていただいております。いわゆるペンプロッター大好きおじさん、というような形になります。ではまず販売を決心するまでということで、ちょっと4枚ほどお話をさせていただきたいと思います。でまずタイトルにある直道機構なんですけれども、ここにいる方にはちょっと釈迦に説法なんですけれども、モーターのようなですね、こう回転運動ではなくて、直線上に動作する、機械部品の形になります。で最近は 3D プリンターですとかレーザーカッターなんかでも使われてますので、割とおなじみになってきたかなというふうに考えます。で産業用途で使われることが多いので、大きな機械のものがですね、工作機械の展示会なんかで動いているのを私もよく見に行くんですけれども、いつまでも見ていられるぐらい直道機構が大好きです。で直道機構が好きなので2005年ぐらいから手のひらサイズの直道機構を作るようになりました。でその後2013年からですね、ペンプロッター作りにはまりまして、これまで作ったペンプロッターこの前数えたんですけれども、だいたい80台ぐらいで、ちょっと少ないなというような感じになります。でペンプロッター、当然動く姿私好きなのでいつまでも見てられるんですけど、メーカーフェアは2日間一番いいところで自分のペンプロッター見られるので非常に楽しい環境だというふうに思っております。でペンプロッターメーカーフェアで出展してますと、ペンプロッター売らないのとか売ってくれというようなお話をですね、時々いただきます。で以前海外から来られた方に売ってほしいって言われた時はですね、やっぱり一期一会の世界なんでどうしようかなってこう悩んだんですけれども、やっぱりちょっと踏み切れなかったんですね。組み立ても大変ですし、結構メカものなのでネジの締め具合で、動きも変わる、それから私はマニュアルとか作るの大嫌いですし、時流に乗れないんでコードの公開も個人サイトかなとかですね。であとペンプロッターやっぱり何と言っても描画コンテンツが肝ですので、そこをどうするよといろんなことを考えていくとですね、なかなか踏み切れなくて、いつも趣味の遊びでというような形で、割り切っておりました。でところがですね、2021年の前半、今日も向こうの展示で出展しておりますが、ペンプロッター作成いろんなちょっと新しい技術やってみようとか取り組んだんですが、ちょっと閉塞感を感じてですね、
それでまあ、ちょっと食道気泡の完成品だったら、まあ、売ってみてもいいんじゃないのかなというように思うようになりました。で先ほど雲でモヤモヤっとしてたところも、例えば組み立ても、まあ、直動機構だけだったら1日何台か作れそうだねとか、完成品だったらまあ動作確認自慢手元でできるねとかですね、あとまあ機能もシンプルなので、まあ、説明とかですね、描画コンテンツとか考えなくていいかなと。でコードもまあサンプルで許してちょとかですね。で一番大きいのはやっぱり直動機構好きなので、まあ、売れなくても自分がパーツとして使えばいいやということでですね、まあ、販売を決心したというような形になります。では次に販売を始めるまでということで、ちょっと5枚ほどお話をさせていただきたいと思います。でまずまあ、どんなものを作るかということで、先ほど書いたように、まあ、自分がまず使いたい手のひらサイズの直動機構を作ろうと。でまあ、マーケットよりも自分優先というのは、まあ、趣味の延長ならではかなというふうに思います。でそれからまあどのぐらいの金額でっていうのに関しては、まあ部品代1台あたり1000円程度というふうに考えました。これはペンプロッター作ってる時もまあ一軸1000円というふうにずっと言ってるんですけれども、まあこれまでの制作からまあ大体このぐらいならいけそうだなということで判断しました。で3番目にですね、まあ、全部でまあ何台ぐらい作ることを想定しようかというところで、50台というふうに決めたんですけれども、よくこう個人制作の限界だとまあ100台ぐらいとか言われるので、まあ、その半分というのが一つと、それからもう一つは自分の経済力でですね、ちょっと10万円だときついけど、まあ、5万円だったらまあ売れなくてもまあいいかなということでですね、まあ、これタイトルにあります、まあ、5万円握りしめてというような形になります。でじゃ まあ販売するものを作ろうということで、まあまあ、まず最初にちょっと悩んだのが、まあ、マイコンとですね電源コネクタどうするよと。趣味の活動ですと、まあ、そのつどつど自分の好きなマイコンですとか、まあ、電源コネクタも俺はこれが好きだとかって言えるんですけれども、まあ、皆さんに使っていただくにはどうしようかなということでいろいろ考えた末にですね、M5 スティック C という、まあ、マイコンモジュールを使って、これをコントローラーと電源供給に使おうというふうに思いました。でこれは USB で給電できるので、まあ、コネクターも汎用的になりますし、まあ、モニター画面もついているのでデバッグもしやすそうだなと。であと邪念としてですね、この M5 スティック C メーカーフェア来られるような方ですと、まあ、大体こう引き出しの中にあるよねというようなですねちょっと邪念も、ありました。で M5 スティック C は名前の通りこうちょっとスリムな形なの でまたもう一つこう邪念でですね、やっぱりこの直動機構もスリムな形にしたいということで、本当はまあセオリーとしてはシャフト2本のガイドでこう安定させるのが筋なんですけれども、まあ、シャフト1本でもまあ意外といけたのでですね、まあ、これでM5 スティック C と形に合うスリムな直動機構ができたということになります。まあ、この邪念がですね後でちょっと不幸を呼ぶことになります。で作ってる途中でですねモータードライバーずっと TI 製 の低電圧でもまあ電流流してくれるものを愛用してたんですが、これが結構入手性が、まあ、ご存知の通り悪化したりとかですね、ちょっと価格も改定されて、使いづらくなったので、まあ、途中で東芝製のものに変更しました。でただこれも使ってなかったのでちょっと不安だったんですけれども、意外と低電圧で大電流流せて、価格も秋月で前の TI よりも安いので、まあ、結果オーライというようなことになりました。でじゃあちょっとまとまって作ろうということで、最初ちょっと10台、作ろうかということで作ってみたんですけれども、まあ、趣味の活動とですねちょっと違って感じたのは、まあ、ぶどまりの悪さっていうふうに書くんですけれども、まあ、まとめて作るとですね結構送りネジ付きのこの右側のギアドモーターですね、これの軸ブレ品が多くてですね、直動機構10個作ったらそのうち2個はなんかちょっと一玉にはお出しできないなというようなですね、ことになりました。この辺はまあ今まで趣味で使ってても本当はあったのかもしれないんですけど、まあ、まとまって同じものを並べてみると、まあ、如実に感じるということでですね、まあ、新しい気づきですと。でこれもやっぱりもともとは自分の設計の悪さで、まあ、スリムにしたいという邪念でですねシャフト1本にしたのがまあ原因だということで、まあ、甘んじて受け入れてですねぶどまりの悪い、動きの悪いものは、まあ、今日みたいな展示の場で、使おうというようなことで選別をしております。で販売についてはですね、まあ、最初メーカーフェア東京の2021ここでまあ販売をしようと。でちょうど
まあ、皆さんコマーシャルとメーカーとか分かれずに全員売れるような形で2021年からなりましたので、私もここでいろいろお世話になっているので、まあ、ここが一番最初でいいと思ってたんですが、ご存知の通りオンライン開催となってしまいましたので、まあ、急遽ちょっと販売先を変えなくちゃいけないと、でいろいろ考えた末にですね、今日も出展されてますスイッチサイエンスの、マーケットプレイス、ここで、まあ、委託販売を、しようと、思いました。で、まあ、皆さんもアカウント持って日々購入されてると思うんですけど、自分もやっぱり通販でスイッチサイエンスさん使ってですね、梱包ですとか納期とか割と安心できるの で、まあ、ここにしようというように、方針転換しました。で、ただオンライン通販で、まあ、売るとなるとですね、やっぱりまず箱に入れなくちゃいけないということでですね、ダンボール通販サイト、ダンボールワンさんですとかアースダンボールさんとかですね、今まで見たことなかったんですけれども、見ると結構楽しいんですね。いろんなダンボールがあってですね、で結構やっぱり安いものは汎用品で自分のとこうサイズが合わないと、で高いのだと結構形フィットするものあるんですけど、やっぱり高いと。で最初は安価でサイズの合わない箱を使ってたんですけれど、途中でですね、まあ、ちょっと腹をくくって、まあ、たくさん買うことで、まあ、ぴったりの箱を、それなりの価格で手に入れるというような形にしました。ただ、まあ、やっぱり実際にこう手に取ってみるとフィットするものはいいねということで、まあ、ここはいい決断だったというふうに思います。でもう一つちょっとあんまり考えてなかったのは納品の時の送料ですね。最初箱が大きかったので、宅急便で、まあ、1000円ぐらいで送るとですね、10箱ぐらいになりますけど、これだと1台あたり100円オーバーということで、部品代とか加工費だけなら当初の目的の、まあ、目標の1000円いけたんですが、まあ、先ほどの箱代とか送料を合わせると、まあ、1000円オーバーしてですね、まあ、5万円では、足りなかったというような形で、まあ、これで、まあ、予約販売を、まあ、始めたというような形になります。で販売始めた後ということで4枚ほどお話しさせていただくんですけれども、おかげさまで、販売始めてですね、2週間で、まあ、10台のうちの9台、売れまして、でその後1台ずっと残ってたんですけれども、まあ、2ヶ月後に、10台が売れましたと。本当はここで次のロットをこうすぐ納品するっていうふうにいければよかったんですけれども、部品は50個持ってたんですが、筐体の部分レーザーカッターで切るところがですねちょっと足りなくて、でそこのまあ予約ですね、ファブラボさんとかで私切ってるんですけど、これの予約に遅れてですね、ちょっと、追加生産が遅れてしまったと。でさらにまあ作っていくとですね、やっぱりモチベーションが上がらないと。最初の10個はですね、やっぱりこう売るぞみたいな感じで、まあ、ワクワク感で乗り切れたんですが、やっぱり次が同じものをこう作るっていうのが結構きつかったと。で、まあ、やっぱり今まで趣味でこう毎回改良改良でやってたんですけれども、まあ、それをこうこらえてですね、やっぱり今の食堂機構とじっくり向き合うと、こういうやっぱりマインドセットでやらないといけないなということに、まあ、気づかされました。で、まあ、食堂機構ですね、やっぱり応用事例があるといいねということなんですが、まあ、なかなか数もないので、やっぱり自分で作るしかないと。で、そのためには、まあ、ちょっとコントローラーをですね、M5 スティック C よりももうちょっと安価なものにしたいなということで、同じ、M5 スタックさんのアトムシリーズですね、こちらの方を使った、食堂機構を、追加でですね、作ってラインナップに入れました。で、まあ、これで長さも短くなって少しコンパクトになったというような形ですと。で、まあ、こうやってラインナップも増やしてですね、2ロット目とかもやって、まあ、おかげさまで最初の50台分の部品はですね、全部使うことができて、で、まあ、次の50台分の、まあ、部品の調達も、まあ、進めたんですけれども、やっぱりちょっと初心を忘れてないかっていうふうにちょっとここで思うようになったんですね。もともとその直動機構、まあ、パーツとしてこう自由に使える世界が、まあ実現したのでですね、本当はやっぱりやることがあるんじゃないかなというふうにですね、思って、それで今回ペンプロッターキット販売というところに、チャレンジをしました。まあ、先ほどの直動機構2台を使った、ペンプロッターを開発して、で今回のメーカーフェア東京で、ペンプロッターキットの販売に、まあ、チャレンジしたということです。まあ、やっぱりさすがメーカーフェア東京ですよね。おかげさまで昨日はですね、5台のキットを、手にしていただいて、今日も、この時間までに、2台、のキットを手にしていただいたというような状況です。
ただ相変わらずこうモヤモヤしてるところは残っててですね、タッピングに時間かかるねとか、マニュアルはちょっと組み立て説明でごめんなさいとか、描画説コンテンツも自分で頑張ってとかですね、コード公開もやっぱり個人サイトだねとかですね、そういう状況なんですが、直動機構は完成品なんで、調整の心配が少ないということと、やっぱり何より多くの人に、ペンプロッターを楽しんでもらいたいということでですね、ちょっといろいろモヤモヤはあるんですが、今回ペンプロッターのキット販売を、始めさせてもらいました。でまとめということでですね、ちょっと3つ書いたんですけれども、最初は規模は小さくてもハードウェアイズハード、よくスタートアップの話でハードウェアイズハードという話があるんですが、私のようなですね、趣味の延長の活動の中でも、部品の入手性が悪くなったりとかですね、モーターのぶどまりとかでやっぱり同じようにちょっとこう苦しんだなということがありました。それからこれまでの趣味の活動のような、新作を次々とというようなところから、自分の作ったものをじっくり向き合うというようなですね、ちょっと時間軸の違う世界を楽しんだというのが、もう一つになります。それからそのすごい楽しい段ボール通販サイトですとか、すごい苦しかった組み立て説明マニュアルとかですね、ちょっとこれまでの自分とはちょっと違 う世界を楽しめたのかなというところが、まとめになります。でまだやっぱりちょっとこの独りよがりな趣味の延長の活動の範囲にとどまってるんですけれども、やはり今後はその多くの人にやっぱり楽しんでもらえる世界というところに、進めたらいいなというふうに、思っております。でそして最後に、ということなんですけれども、冒頭の自己紹介でお話しした通り、私はペンプロッター大好きおじさん、ということでですね、いろんな方が、ね、自作ペンプロッター、作られて、ツイッターとかで動画とか公開されて、そういうのを見て喜んでる状態なんですけれども、私 の身近な知り合いとかも、ペンプロッターいろいろ作って、メーカーフェアとかに出展されたり、してます。でペンプロッター結構構成はみんな似るんですけれども、特にペンの上下なんかがこうすごい個性が出るんで、やっぱり見てて楽しいんですね。それでやっぱりメカモノなんで、やっぱり生で見るのがいいなと。でよく見せてくださいって言って、見に行ったりしてるんですけれども、やっぱり一堂に返してみたいというですね、ちょっと欲望がムクムクっと働きまして、ちょっと考えたんですけれども、ここから呼びかけになるんですが、ペンプロッターを作ってですね、来年のメーカーフェア東京2023にですね、皆さん出展しましょうという呼びかけをちょっとしたいと思います。もちろん私もですね、かっこいいペンプロッター作って出展申し込みをするんですけれども、このままビッグサイトにですね、ペンプロッター島を作ってですね、いろんなペンプロッターを皆さんが見られる場がですね、できたらすごいいいなというふうに思っております。でただペンプロッター結構やっぱり、大きくて重かったりとかですね、あと遠方でなかなか出展が難しいよというような方もいらっしゃると思いますので、今回スタックちゃんのプロジェクトでやられているように、動画を投稿していただいてですね、それをここで流すとかですね、そういったこともですね、考えておりますので、ぜひですね、皆さんこうペンプロッターを作ってこのビッグサイトに、出展を、していただければというふうに思います。また別途ですね、皆さんにそういった呼びかけを、別の機会で、行いたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後はちょっとペンプロッター愛が炸裂したプレゼンになってしまいましたけれども、これで私のプレゼンテーションを、終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。